皆さん、こんにちは。ドラマ、のだめカンタービレに出演したことで、知名度を上げ、女優の国中涼子と結婚したことも話題となった。向井理さん、テレビ出演が減ったと、心配の声が上がっていますが、原因は何なのでしょうか。また、国中涼子さんとの馴れ初めは、ドラマ共演がきっかけで、さらに一目惚れだったという噂もあります。二人のお子さんについても気になりますよね。今回は、そんな向井理さんの、消えた理由や国中涼子さんとの馴れ初め、二人の子供について調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介させていただきます。名前、向井理。生年月日、1982年2月7日。出生地、神奈川県横浜市。身長、182センチメートル。血液型、O 型。職業、俳優。ジャンル、テレビドラマ、映画、CM。配偶者、国中涼子。事務所、ホリエージェンシー。大人気ドラマ、のだめカンタービレに出演し、知名度が上がった向井理さん。この作品で知った方も、多いのではないでしょうか。イケメン俳優が数々登場する、雑誌アンアンのコーナー、男の体、で、グラビアに挑戦し、話題になりましたよね。NHK 庁の連続テレビ小説、ゲゲゲの女房に出演し、漫画家の水木しげるさん役を演じました。ストイックな役作りも、話題になりましたよね。向井理さんは、2012年1月10日から放送されていたドラマ「ハングリー」で共演した国中涼子さんと結婚しました。美男美女でとってもお似合いの夫婦ですよね。「ハングリー」での2人の役柄は、向井理さんが主演で山手英介役、国中涼子さんがその恋人の橘マリア役でした。ドラマ第1話では冒頭から国中涼子さんが向井理さんの方にキスをするシーンがあります。役柄上距離が近いシーンが多かったこともあり、撮影中も少しずつ距離が縮まっていったのでしょうね。二人の馴れ初めはもちろんこの共演をしたことがきっかけですが、そもそも向井理さんと国中涼子さんの恋の始まりは一目惚れだったそうです。向井理さんが国中涼子さんに一目惚れしてしまったそうです。この共演中から付き合ってはいなかったものの、一緒に食事に行ったりと仲良くしており、お互いの家に行き来をすることもあったそうです。当時、向井理さんと国中涼子さんが行ったという焼肉屋さんには、二人のサインが置いてあるそうですよ。その後、向井理さんと国中涼子さんが、二人で食事をとるために、神奈川県七里ヶ浜のレストランで、ランチをする姿や、イケアでシーツカバーなどの寝具を購入する姿がフライデーにスクープされました。報道を受け、向井理さんの事務所は交際を否定、国中涼子さんの事務所は交際を認めているという回答を出しました。その後、破局の噂もありましたが、二人の交際は継続していたようで、交際開始から2年半の月日を経て、2014年12月28日に結婚しました。デキ婚と言われ、向井理ロスや国中涼子ロスをファンの中で生みながらも、祝福の中、結婚された向井理さんと国中涼子さん。結婚指輪についてや、二人のお子さんたちについては、思わず心温まる噂が多く見つかりました。結婚時には、国中涼子さんのお腹に赤ちゃんもいたためか、公に向井理さんと国中涼子さんの結婚式は行われていません。また、俳優というお仕事の都合上で、結婚指輪を普段からつけているかがわかりませんが、テレビに出た中で一度、向井理さんの指に結婚指輪が確認されました。それは2018年11月に行われた、津川雅彦さんと浅岡幸二さんの合同葬お別れの会に、向井理さんが参加された時のことです。左手の薬指には、しっかりと指輪がはめられていました。プライベートでは結婚指輪を外さないとも、噂のある向井理さん。
愛妻家であることが指輪一つで、とっても伝わってきますね。そして、2015年9月30日、第一子である男の子が誕生しました。お誕生後に向井理さん、国中涼子さん双方から、事務所を通して出産報告がありました。ネット上で、名前は陸斗くんではないか、という情報があります。いわゆる、歴婚で結婚した向井理さんが、どのようなお父さんになっているのか、注目されていたところですが、2017年には目撃情報があり、向井理さんのお子さんとの触れ合いの様子が書かれています。周りにも伝わるほどの、とても優しいお父さんになられていたようです。2017年9月に、事務所公式サイトから、国中涼子さんが妊娠を発表しました。そして、2018年2月頃に、第二子が誕生しました。この時、国中涼子さんは38歳で、高齢出産でしたが、大きな問題もなく出産されたようです。第一子の時には、出産の報告がありましたが、第二子の出産時には、出産報告はありませんでした。これは子供の個人情報やプライバシーなど、子供のことを考えての、国中涼子さんと向井理さんの、二人の判断だと思われます。そのため第二子の誕生日や性別、名前についてなどは公表されていません。しかし後に出演した番組、初めてのお使いで、国中涼子さんは、弟もいると、自分がお兄ちゃんだという意識が、すごく強くなると思うので、たまらないですね、と発言しています。VTR に対するコメントとしての発言でしたが、我が身に関することのように話す。国中涼子さんの様子から考えると、おそらく第二子も男の子なのではないかと、話題になりました。さらに、2019年5月に、情報誌、フラッシュに掲載されたものによると、二人の男の子が写っていたため、第二子も男の子で間違いなさそうですね。スターの階段を順調に登ってきた、向井理さんでしたが、2015年、2016年あたりから、テレビで見なくなりました。メディアに出ているの?という、心配の声が上がっていたようです。スカウトされて芸能界デビューした向井理さん。そのスカウトをしたのが、向井理さんの女性マネージャーだったそうです。実はこのマネージャーさんが、子育てを理由に退社されたそうです。向井理さんの仕事が激減した理由は、マネージャーさんが変わったからだと、言われています。実はこのマネージャーさん、向井理さんのヒット作の、ほとんどのキャスティングを取ってきたそうですよ。のだめカンタービレ、ゲゲゲの女房、アンアン、など、代表作と言われる作品は、このマネージャーさんの力が、大きかったようですね。向井理さんと国中涼子さんは、2014年に結婚されましたが、これにより、女性ファンが減ってしまったのでは、とも言われています。タレントには欠かせない、マネージャーという存在。タレントがどれだけ仕事をもらえるかは、マネージャーの腕にかかっている、と言っても過言ではありません。向井理さんだけでなく、マネージャー交代により、仕事が減ってしまったタレントは、他にもいらっしゃいます。国民的アイドルグループスマップが解散した理由は、スマップの女性マネージャー愛氏が、退社に追い込まれたからだと言われています。ここまで大スターに育ててきた、マネージャーさんですから、相当敏腕だと言えますね。事務所ももったいないことをしたな、という印象です。無名時代から、ももクロを支えてきたマネージャーが、その腕を買われ、アイドル部署の管理職に移動しました。そして、ももクロのマネージャーが交代したため、仕事が減ってしまったと言われています。マネージャーは、タレントのスケジューリングや、管理が主な仕事ですが、タレントのプロデュースや、育成も大切な仕事です。そこをうまく売り込める、マネージャーを持つタレントは、やはり売れていくのでしょう。向井理さんは、2017年6月に公開された、いつかまた、君と、何日くん再来、に出演しました。一時期は露出が減ったとも言われていた、
向井理さんですが、その後、2018年の君が心に住み着いた。リーガル V、元弁護士、高梨翔子。2019年の私、定時で帰ります。2020年の銃の秘密とドラマだけでも、毎年話題作に出演しています。ザ・ファブル、引っ越し大名といった映画にも出演していますので、俳優業は順調と言えるでしょう。ただ、以前よりも CM やバラエティ番組への出演が少なくなったので、露出が減ったように感じる人もいるのかもしれませんね。タレントの存続にはマネージャーが大きく関わっていることが分かりましたね。しかし向井理さんは実力も知名度もあるので、今後も俳優として順調に活躍されていくことでしょう。ますますの活躍に期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。